兄弟たちよ、この当時の門の初めの日々には、クリストが改めて私たちの人生まで来てくださいます。外来や。外来や。違法人の外来や。というところでは、彼が選挙をしようと決めた。外来やは、 えー、イスラエルの北の方、もう本当に、えー、イスラエルの最後の分です。でしたね。今でも、そうですね。あの、ゴーランという丘があって、そしてすぐレバノンがね。あの、ガヤヤはやっぱり、あの、違法人と繋がっているところでした。えー、商売があって、お金のためには、 利益のためにはそちらに住んでいた人々がやっぱり、ね、いろいろな、えー、めちゃくちゃの、えー、方法を使ってしまいましただから、ね、あのいつも、えー、その最も純粋な信仰を失う、えー、危険には 暮らししていたたところでしたそのシンクイゼルのシンクそしてイゼルの調子権を失うという可能性が高い高い私たちの人生とよく似ています私たちも えーしょうえー、仕事のところでは学校のところでは友達とつながった時にはやっぱり、えー、自分の信仰自分のその純粋な信仰その、えー、考え方、識別、生き方判断とか失う可能性が高いでしょ毎日、えー、私たちが この社会に、えー、いますこの社会には過ごしています、生きています、歩んでいます。で、この社会は、えー、イエスクリストを信じない。日本の社会だけでなく、でしょこの世、この世に私たちがいます。で、クリストが、ちょうど私たちが毎日毎日、踏んでいる土まで来てくださいます。で、そちらで、 何をする彼の選挙の第一歩は何でしたかナタナエルを見た。前。彼が呼ばれる前からクリストに見られたのです。これは私たちのためには素晴らしい知らせ、良い知らせです。兄弟たちよクリストがあなたを、私を、 最初から生まれる前から私たちを見ています。私たちを愛しています。そして、どういうふうに私たちを見るのかへへ。<laughs> 偽りがない人として見られています。でも私たちには偽りがいっぱいでしょう。いつも私たちはふた心を持っています。いつも外側に 私たちが、えー、なんかニコニコするけど、やっぱり心の中では、えー、もう裁き、恨み、妬みなど、偏見、いっぱいありますよね。で、人間は、外側に、えー、止めてしまう。クリストが、私たちを、深くまで、見ます。 もう本当に私たちを深くまで、その一番深いのところには彼の眼差しを、えー、連れてきますか。なんか、持ってきます。置いて、置いてくださる。彼の目が私たちを偽りのないものとしてみ、見てくださる。 誰でもそれができないでしょう。私は奥さん、主人、子供を偽のないものを通して見ることはできます。いつも疑っています。相手の罪を経験しているから、自分の罪を経験しているから、自分をちょっとだけでも知っているから、相手も悪いと、何回も何回も経験したので、もうなか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 完全に ね、極められている目で相手を見ることはできません。クリストは違います。で、どうして、どうしてクリストだけ、そういうふうに私たちを見るのか。どうして私たちが、いや、仕事をするところでは、だからめちゃくちゃの生活を送っているところでは、私たちを、偽りのないものとして見てくださるのか。あなたが、 一軸の木の下にいたときに私があなたを見た。どういう意味ですか一軸の木は見言葉のイメージでした。ユザエルのためにはこの木は特別な木でした。人間を救う言葉のイメージでした。つまり私たちが めちゃくちゃの生活を送っていても、教会に扱って、教会に行って、見言葉を聞くことによって少、少しずつ少しずつ少しずつ、決められている。少しずつ少しずつ、共同体のところでは、その、解体、その、集まり、その集いに、いると、 そして、教会とともに歩むことによって、私たちが少しずつ極められています。で、クリストは、この彼の素晴らしい技が、私たちに実現され,現されるのを、すでに見ています。前もって見ています。彼が私たちのために、メシア通して、救い主通して命をかけるということを分かって、 その流された血が私たちを清めて、そして私たちが許された、神の子になったのを、それを、それが実現する前から私たちには見ます。私たちが救われたものとして見ている。わかる彼が私たちを愛しているので、その愛のために、 自分のすべてを与えることを知っているので、彼の使命の完成は十字か。そして、復活であるということを分かったので、私たちが一人一人、教会の中では、教会の中では、その救いに参加する。その、救い越しに加えられて、 いるということを分かって、その完成である新しい人間を見ます。あなたと私を新しい人間として前もって見てくださる。彼が私たちを見たときには、いつも希望を持っています。絶望していません。ああ、この人はもうダメであるということではない。これを、 経験している人々は同じように相手を見ます。同じ目で相手を見ます。だから、教会の中では絶望がない。相手を裁くことはできません。まあ、時々ね、罪人やるから相手を裁いてしまうけど、基本的に、この人がダメであるということを言えない。言う人が教会にいても、 キリストを信じません。キリストを知らなかった。キリストを知らない。彼の愛を経験していない。だからまだまだ相手を偏見を持ってみます。裁きます。それだけではなく、キリストが私たちに今日もう一つのことを言います。兄弟。つまりカテキスタ。神父様。あるいは教会。 フィリップ。ね、フィリップに連れられて、彼に出会う人々は、これより、つまり、この愛の見方よりも、優れた技を見るだろう。経験するだろう。どういう技ですか何を見るのか神の子。人間となった神の子は、 天から下り、天、えー、この、このようについて、そしてまだ上がる。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人のこの上に、の、えー、上がり、上りするのを、あなた方は見ることになる。どういう意味ですか 神の子の上に、つまり、教会の中では、天は開かることを見ます。見ます、巨大たちよ。私たちの運命、永遠の命を、いつも私たちの目の前にある。そこから、彼の死と復活、そのその越しの神秘を果たしたキリストを見ます。天に登って、御父の右に、 座っておられるクリストを見ます。で、クリストはそちらから私たちを清められた者つまり、偽、えー、偽のない者救われた者神の子を通して見ます。で、そのために、教会の中でいつもいろんな恵みを与えます。御言葉を与える。復教を与える。えー、秘非を与える。兄弟を与える。信仰の道を与える。巨土体を与える。 それによって私たちが本当に、クリストが私たちを見る、その姿を帯びる。その姿を帯びたら、私たちの上にも、天使たちが天から降りたり、上がったりするのを見るだろう。十字架の、は子の上には、つまり、人たち、つまり、 神の大使、神の使徒を見る。つまり、あなた自身、私も、その使徒となる。神の子は私の中に生きる。イエスクリストが私と私の兄弟、その兄弟の中に生きておられる。そして、もう死にたい、死に勝ったクリスト。天から下って、そして天にまだ戻って、その、 死と復活、その神秘。Mm. 肉体の神秘、クリスマスの神秘、そして、杉越しの神秘が、教会の中に実現される。それを私たちが、いつも見ます。自分の人生にも実現されます。仕事のところでは、そのガリライア、そのイホ行人のところでは、めちゃくちゃの生活の中には、イエス・キリストの死と復活の神秘を、見て経験すること。 十字架の上で、私たちがクリストの弟子となる、もっともふざわしいに言えば、そのはしごである十字架にクリストと共に貼り付けられると、私たちもこの世のためには、すべての人々のためには、相手のためには、子供のためには、仲間のためには、恋人のためには、天を開きます。そして私たちを見る人たちは、教会を見る人たちは、 イエスクリストに従う、その信者、その人たち、その天使たちを見ると、天が、天国がある。その目的の地がみんなのために準備されています。永遠の命がみんなのために準備されているということを私たちを通して神がみんなに見せます。私たちの生き方。 神の子としての生き方、偽りのないもの通しての生き方によって全ての人々は救われます。ちょっとだけ、ちょっとだけでも希望を置くことができます。希望することができます。あ私のためには絶望がない。私のためには、も私のためにも希望があると。そういう気持ちを、ちょっとだけでも私と繋がっているに、 現れるように、この素晴らしい選挙が外来屋には始まる。私の今日、あなたの今日のめちゃくちゃの生活に始まります。そちらにクリストが来ますから。私を見ますから。私はしていますから。私のために自分の共同体を与えてくださるから、彼の家の門を開くので、私たちも、ほふられた小羊の救いをいただいて、 彼と共にしっかり住む、しっかり暮らして、しっかり一い体いとなることによって、このように、この愛を示,示すことができます。証しをすることができます。命をかけるまで、良い日を良いとしよう。